今日司会を担当いたします。渡辺でございます。どうもよろしくお願いいたします。ありがとうございます。今日はなじみのチープレーの他にこんな顔は誰誰でしょうね。選手の顔は医者しも公開します。楽しいクイズもあるよ。はい、そして私滝本直美です。こんばんは。ため息の出るような好プレーの他に選手ご推薦絶品グルメ旅、美味しいお料理もご紹介します。この3人で素敵な MC を展開するわけでございますけども、これに加えて素敵なゲストの皆さんが勢揃いということでございます。それではゲスト紹介と参りましょう。まずはサーキン音頭で一躍人気は全国区、新聞読み河内音頭家元、河内屋菊水丸さんです。どうもカカキンキンカキンキン、ほんねあんたもハッピーハッピー、バイト探しが続きは CD で。何屋ですか？ゲストなんですか？ゲストにおっさんってCD でというわけでございまして、よろしくお願いいたします。よろしくお願いします。はい、はいはい、続きましては何でも踊りにしちゃうという変な振り付け師ラッキー池田さんです。ラッキーラッキーラッキー、あ、動きがすごい、ロングでいい子いい子して、いい子いい子。はい、カメラさん頭踏んでますか？よろしくお願いいたします。そして、はい、続いては元阪急ブレーブスの投手、派手なパフォーマンスでおなじみだったアニマルさんです。よろしくお願いします。いや、今さら紹介することはないですけど、アニマルさん大きいですね。ちょっといいですか？私も現して、私芸能界では小さい方なんですが、誰が大きい方なんですけども、そうですね、ほんま高いですね。そうですね。身長はいくつですか？2メートルちょうどです、ね、2メートル、2メートルちょうどです。体重は87キロ。嘘つけ。もうちょっとあるでしょ。125、6ぐらいね。あ、身長はこれだけ違って体重は私と一緒なんです。伸びればいいんですよ。さあ、というわけでございまして、我々だけではふざけた番組で終わってしまいますんでね、スペシャルゲストといたしまして、元西鉄ライオンズの豊田康美さんでございます。お呼びしておりますよ。豊田さんには辛口ですね、全部バッサリバッサリと切りさばいていただこうということでございますので、よろしくお願いいたします。さあ、それでは、はい、早速今が旬のチンプレーから VTR スタートです。どうぞ。シミズ打ち上げだ、キャッチャー
ランナーホームイン、セーブ、なんでインフィールドフライって言ったでしょ。セーブだよ。またよくわかんないけどセーブだよ。やったやったやった。いいじゃん。また春日なんか終了ったか。おい、いやだからね、カクカクシカシカでこれこれこういうわけなんです。これこれこういうわけじゃ仕方ないな。プロ野球のルール難しいもんな。次は無理だよな。キロンと大きい大きい大きい入った。さようならホームランだ。なや、こんなもん取るかお前。山口かわけよお前。みやみや言わんととっとと走らんかい。ええからええからお前。病院せってるんだよな。ウバステ山じゃないよな。おいっそが、おっと、おいしょ。やりやないかお前。ただ見えたか。こら、小プレーだよな、小プレーだよな。やっぱし新プレーだっつの。はい、村田。あるんですかし。村田さんの真似しちゃった。怖いな。笑ってこ。とりあえず今年のツバメは元気がいい。どうしましょうだ。あった。ずっと戻る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 。滑ろう滑ろう。どうしましょう。おっと今度セカンドだ。セカンドセカンド。どう行くよ。よし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 。あー出ました。どいて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 言ったでしょ。はいて。なにやっとんじゃこのバートランカスターが。私バートさんです。名前覚えてください。覚えられないかお前。こんなややこしいのやめ。お前日本に来たのは山田とか田中とかそういう名前になれ。ノー、私バートさんです。あの人私の名前覚えてくれません。それにしても長島目が怖い。今年最も悲惨な乱闘と語り継がれているのがこの s と井原コーチの取り組みです。スロービデオでもう一度。あ、痛い。あれは痛い。鼻つかむな。話題のあるね、爽やかなガラスを提供してくれたのはおなじみパンチ佐藤くん。ナイスタイムリーでこの顔ですよ。見事な演歌顔。なんたって加納清原くんや金村くん、高花玉でファンクラブに入りたいという抜群の人気。これも見事なヒーローインタビューでした。今日は決勝の2点タイムリーツーです。気分はいいと思いますが。最高です。明日はナイターなので今日は寮で今津コーチと2人で飲みたいと思います。その席では一曲歌も出ますか。寮ですから、はい、ありません。佐藤さんは以前に、まあ、だいぶ西武とは差は空いてしまったけれどもまだ僕には寮の尻尾が見えるんですという名言を吐かれましたが今はどうでしょう。はっきり見えます。これからも佐藤さんの一振りでどんどんレオを追いかけてください。どうもありがとうございました。明日も頑張ります。明日はグリーンスタジアム神戸です。よろしく。この番組はご覧のスポンサーの提供でお送りします。新しい芳香剤があるお部屋ならどこにでも差し込んでおくだけで30日間いい香り。コンセント差し込み式芳香剤キャティプラグイン新発売。詰め替え用もあります。ジョンソン。I travel around the world competing in tournaments. To keep my performance at a peak.I need to take time out from golf. Spending time and relaxing with good friends is essential. For a
glorious tomorrow.夢、リーディング、ライオンズマンションの代表です。セブ島。生まれたままの海と空。ここには光と笑顔があふれています。ノンストップ便でどうぞ。はい、お送りしてまいります超面白プロ野球でございますが、ファインプレーっていうのは美しいもんでございますけども、これは選手が頑張った結果ですが、しかしそれを捉えてたカメラマンの方もこれはある意味ではファインプレーなわけでございますね。そうなんですよ、はい、そこでですね、ここでは日刊スポーツのカメラマンのベストショットしびれていただきましょう。どうぞ。まずは巨人、かわいい一回転、やったやった、ボールはお友達、セーブ辻バクトウス、鮮やかなダブルプレー、ヤクルト池山カエル飛び、これもダブルプレーでいい、やっちゃったやっちゃった、近鉄オイスアウト、負けちゃった、パンチ君はあそれならお返し、パンチの返球だ、アウト、ドイツでー、どうもパンチ佐藤です、太陽レイロンズ、トトトトトトト、おー、復活になってよかった、ロッテ横田、トトトト、やっちゃった、痛ぇ、頭ちゃったもんな、プロ野球の花といえば華麗なファインプレー、息を飲むクロスで一瞬にかけるプロの技を見に、私たちファンはスタンドに足を運ぶんです。そしてその一瞬一瞬を逃すまいと獲物を狙うハンターのように目を凝らす男たちがいます。スポーツ見事な一枚の写真、瞬間のプロの技、その表情を逃すまいと虎視眈々、ファインダーを覗く目、シャッターを押す指がカクテルライトに浮かぶグラウンドに集中します。素晴らしい選手の表情が捉えられていますね。しかし1試合1社4人のカメラマンを派遣、フィルムにして80本、合計2500枚の写真の中からたった1枚が一面トップを飾ることができるんです。そして超面白プロ野球が選んだ上半期のベストショットがこれだ。収まってるわけでございますよ。今中で言ってましたけどもね、一試合でだいたいね2500万枚も使いますよね。2500枚使うんですって。それがだいたいほらプロ野球というのは6試合ありますから、1日で15,000枚、これが130試合あるんですから、暗算しますと195万枚、これがね年間取られるわけでございます。そんなにいっぱい取るわけですよね。すごいですね。
もういいとこだけ撮ってりゃいいってもんじゃないですからね、もうバチ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 行きまくってるわけですけどもね、はい、アニマルさんはあの新聞の一面で飾られたことありますよね、やっぱその時ってすっごく気持ちいいでしょう。そうだね、あの、うん、いや、プロ野球はみんな一生懸命やるでしょ、やっぱり面白い写真いっぱい撮りますね、はい、まあ、何を言ってるかよく分かりませんけど、そういった意味じゃあのラッキーも、はい、ね、プロのカメラマンのファインプレーで写真週刊誌出たことありますけど、ね、まあ、出ましたね。違うんじゃないかな。トヨタさん、はい、選手ってのはやっぱりあの新聞の一面に出るというのはある程度意識してるもんなんですか。まあ、その例えばあの一面なるチームとやるときですね、一面のなるチームにいる人はそうでしょうけども、例えばジャイアンツとやるときに、はい、こうなんかすごいことやると、あ、ひょっとしたら一面になるなって朝もう一番先に新聞パッと見ますけどね。やっぱりあの活躍した後は、あ、新聞出てるかもしれないって自分で見るもんですか。見ますね。非常に気になりますね。あ、そういう私もですね、この前入院したときに新聞出るかもしれないと思って新聞買ったんです。なんとなく嬉しかったもんでございますよね。わかりました。さて、次のプレーなんですけども、このプレーは一面を飾ることができたんでしょうか。見ていただきましょう、どうぞ。プロ野球のボールは本当に硬い、当たりどころが悪ければそれっきりってことにもなりかねません。ファイトプレーもナイスプレーも命と引き換え紙一重。日本ハム広瀬ファインプレー。なんだ今の音は。あれ、そこまさか。痛いんですよね、そこね。わかるんですけどね、ちょっと押さえておくのしょうがないし、どうしよう、あー、痛いな、飛んじゃおうかな、あー、飛んじゃおう、あー、悪かったかな。中尾さん、また痛がってる。どこよ、どこに当たったの。あ、やっぱりそこですか。神さんもらったばかりやないか。今度は二人、三塁打だ、三塁打、ね、そうか、ここが痛いの、ここが、ね、私顔と一緒に首も長いの、首も長いの。ファースト、え、顔に当たったって。あれ腫れるんだよね。あ、本当に腫れてるよ。高木豊さんもいて、ね、このスプレーが効くんだよ。これやるとね、虫寄ってこないんですよ、チンガー打つの、ね、虫おっと、ボール下で、ボール下、ボール下、そうそう、あーし、でも痛くなかったの？大丈夫、今年一番プロ野球で怖い思いをしたのは小宮山くんでしょうね。いや、打った加藤田さんも心配そう。加藤君、ここに当たったんですよ、ここに。おい、ここだったよ、ボール買ったもんな。でもご安心ください、小宮山くんは幸いにも脳に異常なし、全治6日との診断、今も元気にマウンドに立っています。しかし、さすがの金田監督も心配そうでした。痛そうですよね、当たったら。だってあの硬球ってもう石ころみたいなもんですからね、あれが当たったら痛いですよ。すぐ痛みって取れないですよね。でもね、私ね、あのテレビを見てて不思議に思うんですけども、はい、すぐスプレー持ってきてかけるとなんとなくこうみんな立ち上がったりする。渡辺さん、そのスプレーがこれなの。え、これつけると治るんですか。あの、冷やして感じなくなるんじゃないかなと思うんです。冷やして感じなくなる。そう、あ、そうですか。じゃあちょっとね、何だろう、ちょっと試してみます。ちょっとどんなもんかけてみよう。冷たい、私もやって。あ、本当だ。そんな、私自分でやってないから。やってみましょうか。やったよ、やったよ、どれ。感じなくなっちゃった。トヨタさんのこの水で冷やしてたんですか。こんなもんなかったですよね。最初は氷水ですよ、やっぱり。あ、それで氷水で冷やしてね、当たったところ指で指圧するんですよ。そうするとあのあざにならない。今度なんか膝なんか打った時にね、そうやってごらん、人はあざにならないから。あ、なるほど ね、ね、昔の方はこうスプレーなかったわけですからね。割合しかし早めにありましたね、あの手術用のなんかでもって。あのデッドボールってのは本当に痛そうですね。やってみます。いやいやいや、やってみます。誰がですか。しかしあれはあんなに簡単に本当に当たっちゃうもんなんですか。まあそれは あの逃げ方の下手な人が当たることになってますから。あ、そうですか。大体当たってるのを見ると逃げ方下手ですね。あ、ということはつまり豊田さんに言わせると、デッドボール当たるやつは下手な選手だということでございます。避けられるんですね。逃げ方が下手な選手。あ、逃げ方が下手ということでございましてね、まあ気をつけてプレーをね、勤しんでいただきたいと思います。はい、はい、CM です、どうぞ。
日常生活の大冒険。日本レンタカー。 When we strive for our goal, well we face some hard times. When we give our all, there's a mountain to climb. But right up at the top, when the work is done, well I find we've only begun. 私たちはこれからの高齢化社会を考え、老人福祉活動を支援します。日本船舶振興会。月曜女のサスペンス、誘拐ゲーム、死の結末。息子は預かってる。なんだって？圭一郎か？圭一はどうしたんです？誘拐された。命を粗末にするんじゃない。巧妙に仕組まれた誘拐計画、しかしその裏には恐るべき罠が隠されていた。今晩9時ご期待ください。今日すごいを20回連発しました。私をドキドキさせる旅、ウィークエンドは韓国へ。ハートトゥーハート、コリア。パフォーマンスの元祖といえばやはりこの人、アニマルレスリー。日本のプロ野球ファンのどぎもを抜きました。見せるで外人パフォーマンス。まずは大栄ラガのこのパフォーマンス、ご紹介しましょう。太陽ホエール RJ レイノルズ、カラフルなコスチューム、左耳のピアス、タバコのくわえ方に指の立て方まで、メジャーリーガー現役バリバリといった感じですね。グラウンドでは常に次の塁を狙うアグレッシブなプレー。おまけにヘッドスライディングデイ。そして衛星放送の大リーグ中継でしか見たことがなかった見事なこの返球、トリッキーなアクション。オープン戦でデストラーデを仕留めた迫力プレーに、須藤監督は RJ なら肩だけでファンを呼べるとベタ褒めしたものです。おかげで太陽ファンも増えました。そのデストラーデが己でレンズと思ったかどうか知りませんが、横浜の恨みは藤井寺でと張り切ったのがこの八つ当たりみたいな。それアリゾナイズの乱闘まで引き起こしてしまいました。いててててて。ね、彼女、電話番号教えてよ。あら、オマリーさん、最下位脱出したらね。あら、本当に好きだぜ、おい。ホームランだぜ。宇宙。小川さん、嬉しさ。あの世界に入りたくないな。見れない川崎劇場ってか、いいんじゃない、ナイスじゃんって楽しんで。トレバーさん、本当に見えるんですか？ちょっと場所変えてみるかな。そして輝け1991年度上半期パフォーマンス大賞は平和大の日本ハム戦。しかも試合前にしか見られないというこの方に決定しました。インタースさんのこの見事なダンス、たっぷりご覧いただきましょう。何でこんなの持ってんの？
っぱしアニマルさんの見てみたくありません？せっかくいらっしゃってるんだから、ね、見てみたい。ダンスとパフォーマーですからね。お願いします。お願いします。センターでそう、これでちょっとグローブみたいな本物とちょっと違う。 OK、 いいですか。さあ、はい、アニマルサインを出して。こんなサインあんのか。そんなサインないでしょ。しかしもういっぱいやろ。お前やってるよ。さあ、思いっきり振りかぶって投げた。ということでございます。迫力が違いますよね。皆さん、見てる皆さんはテレビの向こう側だからいいですけど、私たちは本当はビビってるんですよ。怖いのよ。なんか怖い感じがいたします。はい、それではお待たせいたしました、はいはい、今度は日本選手のパフォーマンス中です。どうぞ。まずは巨人宮本、ヤクルトの宮本、世間好き日本ハム西田に爆走、中日西本、ヤクルト川崎とったんです。いやー、みんな本当に嬉しそうな顔していますね。でもこうしたパフォーマンスは投手が多いんですね。今年この人のガッツポーズがあまり見られないのは寂しい限りです。そしていつもおとなしい印象の選手たちが闘志現わるアクションを見せてくれたのが今年の特徴でもありました。河合くんのこのガッツ、意外ですね。落合さんもアンパイアの判定に2億2000万円のド迫力抗議ですよ。いいかお前、ほらお前な、本当は2億7000万って抗議したんだばけど、朝廷にかけられてお前2億2000万だったんだぞ。お前いつもわからんけどな、お前つらいんだよ。一方、金村君はうっそー、やだもういいって言ってくれるまでやだって言ってんのに、子供の真似してもダメか。そして珍プレーのキングオブキングス、宇野さんのホームイン。いや、ホームインあり、ああ、いや、パッと届いてりゃせんわ。これ頑張ってたよね。おめえ一生そうやっとるよ、お前。俺はどうせ足が短いよ、スパイク履くのに便利なんだよ。スタンドのファンも宇野さんに負けてない。これからバックスリーンで遊んじゃダメだよ、モグロ叩きじゃないんだから。頑張れ頑張れ盛り上がれ、どこにもいますね、こんなおじさん。川崎ウェーブ、一文字ウェーブ、ガーッとおしまい。イエーイイエーイイエーイ、楽しいな、イエーイイエーイ、変なおじさん変なおじさんたら変なおじさん、イエイイエイイエイ。さあ、私たち目立ちたいやるよ。風船はいりませんか、風船はいりませんか。それだって MC 浜ステップだい。愚か、原さん、お仕事中すみません、握手してくれないよ。いや、でも俺ね、本当に仕事中なんだよ、レフト守ってるんだよね。やった、原さんと握手したぞ。さああいつ結構油塩だったよな。試合中すみません、看板通ります、いや看板通ります。何考えてんだあいつは、いくら前ロッテの試合だからってひどいよな。あれ、おい、ちょっと疲れちゃって出れないぞ。まあいいや、ついでに試合見てっか。ちょっとね、それじゃあ後ろの人が見えないっつの。迷子の子猫ちゃん、あなたのお家はどこですか。お家を聞いてもわからない、名前を聞いてもわからない。にゃんにゃんにゃにゃん。怖い、いるんですね、本当にこんな怖いおっさん。グランドの中の今年一番といえばやっぱりこの人、和田君でしょう。頭のいい筋肉って何なんだろう、こんなんなんだろう。チームメイトの斉藤君もビデオで見ながらひそかに研究してるとか。ねえ、ダッキーさん、このガッツポーズ決まってるでしょ。まあ
ね、ねえ、まあパフォーマンスというのを見てもらいましたけども、さあせっかくねスタジオにラッキー来てくれてますからね、はい、まあ芸能界パフォーマー、あの今右に出る者いないと言われてるわけでございますから、一発やってもらいましょうか。あ、ね、じゃあやりましょう。じゃあまずは一緒にやってみよう、はい、じゃあゆうちゃん一緒に、はい、じゃああれだ、どうすればいいですか、うん、じゃこれグローブ持って、グローブ持って、はい、まずですね、ピッチャー。グローブって左にするんだったっけ？そうだよ。右に投げるのもね。右に投げるのもね。ごめん、左に投げる。はい。まずね、実用的なガッツポーズ。ガッツポーズ。ね、まず、はい、こう構えて、投げた。投げた。三振取ったら、相手を見て、ベーってやって、ペンペン、ベー、ペンペン。いいんですか？こんなので。相手を威嚇すると同時にバカにして、せーの、ベー。ペン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 ってやって、あごほほほほってやったら隠して指をペロペロ。なんで指舐めるんですか。いや指を舐めるとね、たまにいい変化がつくの。これは本当に。なんか言ってあげてくださいよ。せーの、はい、投げた。ベーペンペンベーペンペンほほほペロ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 、はい、ベーペンペン。止めて、ね、さん、これいいでしょ。いや、いいですよ、ねねね、誰がやるんやそれよ、試合中トヨタさん、どう思いますか、こういうの。いいカーブが次誰にやらせたいの。桑田にやらせたい。あ、いいですね、新しい球が。桑田の叩き欲しいですよ ね桑田には許せる。あ、お許せる。桑田には許せる。ちょっと待ってください、リリて。それぐらいやった方がいいかもね。あのペロペロだって他のことで愛嬌ないからね。いやいや、そこまで、それは私は関係なかったことにしていただきたいと思いますけど、私一応ジャイアンツファンでございますからね。じゃあ桑田選手に特に覚えてほしいという、このパフォーマンスでございますね。ピッチングパフォーマンスということでございます。ただこのパフォーマンスを見てテレビの向こうの皆さんはみんな口を揃えてバーカって言ったと思います。ということでございまして、さあ今度はですね、ありがとうございました、選手だけではございません、監督のパフォーマンスを見ていただきましょう。どうぞ。400勝迷宮会だ。ロッテオリオンズの金沢監督を一日消防隊長としてお招き申し上げております。よし、というわけで、去年はいつも火付け役だったロッテの金田監督が今年は火消し役のスタートです。ちょっと待てよ、ちょっと待て、待て待て、え、今のがアウト、ワンバウンドでヒットやろ。飛び出した金田監督、え、しかし今年はじっと耐えてくれました。お願いだから頼むからな。土下座までして本当に変わりました。でも心の中ではまだかい、わしゃ金田だ、400勝だ、迷宮会だぞ。おとなしくしていればつけ上がりよって。トレーナーさんでした。わしの可愛い選手に暴力するとは許せん。こう思う父親のように、この乱闘の輪の中で我らが金田監督はトレーナーにお尻ペンペンをしたとかしないとか。金田、金田、いや、物分からんやつはね、お尻ペンペンだもんね。400勝してんだから、わしは。私たちは
これからの高齢化社会を掲げ、老人福祉活動を支援します。日本船舶振興会。ここまではご覧のスポンサーの提供でお送りしました。新しいティモテハーブオイルエッセンスを配合、髪を滑らかに包み洗う時の摩擦から守ります。キラキラサラサラな髪にニューティモテ。フルーツには人を幸せにする力があるみたい。おいしいね、高果汁。夏のギフト、キリンハイパー。三菱銀行は愉快な夏をお約束します。ボーナスは三菱のスーパーパックへ。三菱銀行。ケンタッキーストレートバーボン、アーリータイム。ここにもアーリー。基礎を整えると髪はもっと綺麗になります。エチュール。髪ツルツルになる、サラサラになる。髪の基礎を整えるエチュールシャンプーとリンス新発売。瞬間目となり頭脳となるゼロタイムオート、ミノルタアルファ 7XI 誕生。ミノルタ。ここからは新日本証券とご覧のスポンサーの提供でお送りします。今人気選手のワンパク時代の写真なんですけども、一体この子たちは一体誰なんでしょうか。これはですね、ゲストの皆さんに当てていただきたいと思います。答えてくださいね。はい、はい、じゃあまずこれ1番。じゃあ菊水丸さんからしましょうか。うん、腹違う。ちゃう。まあそんな面影もあります。あ、でもしょうがないから、ね、劇団じゃなくてあれは当たってますよね。チームは当たってます。巨人。巨人。相原待て、何が劇団や。自分の方の世界に今逃げたなと思ったのに。いいですか、開けちゃって。え、コマラ。え、コマラさん違うの。じゃあ開けまーす。なんと尾形さんです。はい、尾形さん。かっこいいですよね。昭和43年生まれというね。はい、じゃあ次2番に行きたいと思います。はい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 、分かった。天野。絶対絶対天野さん。もう行ってみよう。じゃん、当たり。人気者ですよね、阿波野さん。アニメさん分かる？3番は、はい、誰？3番は、うん、内藤選手でしょ。絶対絶対内藤。ヤクルトの内藤さん。じゃあいきます。ホントに、あれそう、あの有名なギャオス、もうそのまんまです。そのまんま。はい、続いて4番。はい、分かる？はい、はい、高原だ。高原だ。スモさんみたい。ジャイアンツにいたジャイアントババ。違う。何言ってんの。ボケてどうする。チームはね、ここと一緒だな、確か。ここと一緒。近鉄？うん。と一緒。近鉄な。人気ある人すごい。ももさん。当たり。ピポン。今やもうね、ビールのコマーシャルにも出場しちゃった。そして、はい。これはわかるでしょ。そのまんま今もうそっくりっていう。そのまんま東じゃないですよ。生き写しで分かっとる。はい、タコネタはいらんねん。え、僕ですか。辻丸さん。誰やろな。パス。若い人、すごく若い人。まだまだ本当に若い。まだ10代。そう。え、10代だよね。わかんないかな。最初でわかる人いませんか。いる。トヨさん、誰だと思いますか。うちの蔵でしょ。ピーポー。この可愛い子。可愛い。外人は見れない。これ誰でしょう。さあ、じゃあ誰に当ててもらおうか。これは外人さんですね。これ外人目青いですからね。いや、私外人です。外人。外人。はい。
さあ、かわいい。アメリカ人ですね、これは。アメリカでも有名ですか、そうですね。怖いですね、出身はサンフランシスコですね。はい、じゃあ、ヒント言いましょう。小さい頃あんなに可愛かったのに、大きくなったらただの猛獣みたいな。さあ、誰でしょう。今すごくいいキーワードが出ましたね。いい、誰でしょう。猛獣です。猛獣。ね、分かった、会場の皆さん分かった人いますか。分かった人どうぞ。プレゼントありますよ。はい、本当ですね。いや、すごい反応がリアルですよ。はい、分かった人いますか。まずは、あ、紫のシャツの中分かってそうですね。はい、分かりましたか。どうですか。え、アニマルさん、あったりー、あったりー、あんな可愛かったんですか。エンボリー、そうですよね。気がないじゃないね。ねえ、じゃあ、はい、最後にこれ、お若い人の写真ですね。誰でしょう。これが、これ子供じゃありませんよ。これは子供だったら怒ってしまいますから。ちょっと渡辺徹さんにも似てません。似てる似てる。そうなんです、うん、こういうポーズで。俺が若かった頃ともまだ若いんだよ俺は。さあ、これ誰でしょう。どう見てもスケコマシ、うん、女ったらしのこの顔は一体誰でしょうか。誰でしょう。誰やろうな。ちょっとあのマイク・タイソンにも似てますけど。そうですね。そうですか。はい、この車は大砲がちょんまげ切った時、大砲が断髪式を終えた時。アホか、これ。ちょっと似てるかもしれないけど、この車、ね、正解はあそこにね、いらっしゃいます。豊田さんなんでございますね。そうなんです。うわ、これはいつ頃の写真なんですか。そうですね、21人ぐらいの頃じゃないかなと思って。モテたでしょう。これはちょうどあの日本シリーズ。そうです、そうです。あー、こんなかっこいい顔してたんですよ。徹、ね、さん出身が一緒なんですよね。私出身茨城県でございましてですね、ね、茨城県はだいたい2枚目系統が多いですね。そうなんですよ。自分で言ってしまいましたね。さあ、次行きましょうか。はい、それではですね、今人気の千の倉さんの故郷に滝本さんが言ってくれたんですよね。はい、そうなんです、はい、もうこのまんま小っちゃい頃からそのまま大きくなってしまった千の倉くんの故郷、私行ってまいりましたので VTR をご覧ください。憧れの田淵監督がドラフトのくじを引き当てて、甲子園のスター内野倉隆君が福岡ダイエーホークスのユニフォームに袖を通したのは7ヶ月前のこと。まさに相思相愛の入団でした。しかし甲子園の4番バッターにプロの壁は厚く、開幕1軍の夢はたったの6試合、2軍で一からやり直せというのが田淵監督の与えた試練でした。田淵監督のようなプロ野球界を代表する4番バッターになってほしい。九州から全国のホームランバッターを。うちの倉君を見ているとそんな夢が広がります。薩摩の国鹿児島がうちの倉君のふるさとです。煙を吹き上げる雄大な桜島を見上げながらうちの倉君は育ちました。おおらかで憎めないけど力持ちでどことなく大陸的なうちの倉君スマイルの秘密がこの街並みを見ていると分かるような気がして不思議です。桜島琵琶にホームランメロン、ちょっと出来すぎかなっていう感じしますけれども、この街はうちの倉隆史君が生まれて育った街なんです。ほらまた隆史がバット持って走っていきよるという声がこの通りにこだましていたんでしょうね。もちろんこの街には隆史君を応援する人々がたくさんいるんです。もう本当小さい頃からですね、もう2つ3つの頃からもうグローブバットですね、ボール持ってこの道路でですよ、よくキャッチボールしよったですから。ちょっと関って鹿児島では関と言うんですけどね、その対応性のある子供っていうような感じの子供でしたね。とにかくですね、野球が好きだったものですから、別に何も考えずにですね、もう思いっきりやってたというのは。物心つくかつかないかの頃のうちの倉くんがお父さんとキャッチボールを始めたのがこの公園なんだそうです。言ってみればこの公園がプロ野球選手うちの倉隆史の発祥の地と言えるんですね。そう、私も会社なんかのソフトボールとかそういうのやってましてですね、連れて行ってましたから、見よう見まねじゃないかなと思ってるんですけどね、体も大きいし、ただもうどうしてもやりたいと思うんですが、3年生から入れましてですね、もう学校から帰ってきたらもうすぐ出て行きましてですね、もう暗くなるまで、もう好きだったということでしょうね。もう藤原先輩頑張ってください。
あだ名があったそうですね。ケツノクラって言われてませんでした？そうですね。本当にお尻もでかかったですからね。野球の選手ってお尻が大きい大きいって言われるんですけれども、はい、特にね、はい、内ノクラさんのお尻は良いと、はいはい、評判が高いんですけれども自分では見えないですかね、よくわかんないですそれそうですね。内野倉さんは小さい頃から甘いものが大好きで、よくケーキを買いに来てたというお店がこちらなんです。ごめんください。息子さんが同級生だった、内野倉さんと同級生だったということですか？同級生でですね、うっちゃんが当時はですねピッチャーだったんです。投げてよし打ってよしですね、まあちゃんのワンマンチームというような感じだったんですよ。うちのくらくんのお家から歩いてすぐのところにある県立鴨池野球場です。甲子園への登竜門、県大会の時には試合開始のサイレンが鳴って、それを聞いてお母さんはお昼の支度をしていた手を止めて球場へ駆けつけたそうです。まあ、サラダが大好きでですね、マカロニサラダですね、キャベツとあのシーチキン、ああいうのがもうすごく好きだったですよ。そうですね、ホームラン打った時はもう本当涙が出るくらいでした。足が震えるぐらいにも自分も一生懸命になってましたですよ。まあ、プロに入って厳しいこと数々あると思うんですが、はい、一番何を感じました？やはりなんていうんですか、仕事も生活がかかってますから、やはり 目の色が違うというか、競争が激しいなというのがありますね。とにかく早くスリムな体になって高校時代の体に帰って、もっとキレよくなってもらってですね、そしたら必ず打てるんじゃないですかね。いかがですか？そうですね、あのキャンプからするともうだいぶ絞れてきましたし、少しずつキレも出てきましたね。最近だいぶバットの方も振れてきました。ホームランって何ですか？やはり打つならですね、いいところでみんなが期待しているところでホームラン打てる、やはりそういうバッターにもなりたいですし。心配なことはやっぱり体ですね。はい、もう体だけは大事にということを、はい、言いたいです。まあ、今まではですね、もうきついその練習練習だったもんですから、これから楽しむんでね、そのやってくれたらと思ってますけどね。Alone again, naturally.ご両親をこう彷彿とさせるようなね、まっすぐ育ったんだなっていういい青年なんですよ。あの内野倉君のね、笑顔、ね、いいですね。女性ファンも多いですけど、あんなにいい笑顔ができるというのは日本広しといえども、あの内野倉君と榊原郁恵ぐらいでしょうね。榊原郁恵ぐらいでしょうね。しかしまあお尻が大きいんですよ。あそこでね、私こうやってね、一緒に並んで比べてみたんですけどね、私のお尻のこういうふうに横にこうなんていうの、一枚かぶったみたいに出ちゃうんですよ、幅が。そんなに大きいの？大きいの。これって感じですよね、本当に。なんかね、普通の人は発達しない筋肉が発達してるんだって。なんとか電筋っていう。ということは普段から変な動きをしてるってことですか？そういうことじゃないでしょ。なるほど。お尻が大きいっていうのはプロ野球選手にはこれ大切なことなんですか、豊田さん？土台が大きい方がいいですから。ただね、動きが悪かったらダメですね。シャープにペッと動くようになるといいですね。で、うちの倉君もうちょっと痩せるといいと思いますよ。あ、そうですね。まあ、痩せる話は起きないでしょうけども。いや、誰もそんなことない。でもあのお尻の形っていうのは大選手っていうか、うん、それとね、スター選手になります、スター選手になると思う。ただ誰かが教えすぎないようにしてほしいな。あ、なるほどね。あの子は自然に打つと思うのね。でそれ自分で発見して自分でやると思うから、変にコーチがねやたらついてて教えないでほしいと思う。なるほど、まあ、それだけに素質十分な選手ということでございますね。今後の期待、活躍を期待したいと思いますが、今年はね、あの内野君ジュニアオールスターに出場しますんでね、ジャイアンツの元木君との対戦なんていうのも楽しみでございますね。そうですね、はい、ジュニアオールスターは7月の22日、テレビ東京が生中継でお送りしますからね、はい、見逃しなく。お見逃しなくということでございます。さて次は内野倉君のホームグラウンドでございます。平和台球場の話題を見ていただきましょう。どうぞ。情熱
今年のダイエーは何かが違う。閉店間際の失血サービスはともかく、貯金 A クラス、遠藤買ったものが手に入り、フランチャイズ平和大球場はゲーム以外の話題にも事欠かない。くどいようだが、あのウィンタースタンドだってここで投げれば見られない。そして中洲にも行け。この悪夢もやはり平和大で起こった。危ないです。うるせえお前、この西表山猫が。お前、西表山猫じゃありません。ウィリアムスです。あの人によく言っててください。今度西表山猫と言ったらお尻ペンペンです。わかりますか。やりましたね。またやりました。水上止めないでください。お尻ペンペンです。誰ですか。私のことピーマンと呼んだのは。私ピーマンじゃありません。ナスでもキュウリでもピーマンでもなくブーマンです。変ですか。ほらカズサだ、覚えてるかおいな。平和だよ、遠いからってお前と2年間一緒にやっただろ。カドタだよ、おいな。おいブーマー、投げたの俺ユータロー、元チームメイト。なんだかわからないが、とにかく平和台では何かが起こると言われている。サマーバケーションはもうすぐ。シェイプアップされたヘルシーなボディが輝くシーズンです。そこでパーフェクトボディの大特集。全てのファッションの基本であるボディに注目。90年代の女性に求められる完全なる肉体とは何か。モデル、マネキン、下着を通してその理想形を探ります。今夜10時、ファッション通信はあなたが一番おしゃれになる時間。ウィアボトリアン。話題は近頃、素敵素敵モーターボートレース。おしゃれに決めたい僕たちのワンツーフィニッシュ、モーターボートレース。時代に勝つ体力をつける、ワールドビジネスサテライトはそんなあなたの筋肉です。月曜から金曜までの毎晩11時です。経済も体力です。キャスターも体力です。どうも、2枚目俳優の渡辺徹です。ということでございましてですね、今度はですね、グルメということでございます。プロ野球選手ご推薦のグルメを紹介しようというね、竹本さんお願いします。そうなんですよ、野球選手ってとにかくね、美味しんぼなんですよね。だから選手推薦のお店に行ってきました。まずは VTR からご覧ください。といえば横浜、横浜といえば中華街。街角のあちこちからいい匂いがプーンと漂ってきて私を誘ってくれています。ここに来る各チームの選手たちも本場の中華料理を楽しみにここへ来ているようですね。うん、おしゃれでお値段も手ごろ、おまけにおいしいと三拍子揃っちゃったら食いしん坊のプロ野球選手たちも見逃すはずありませんよね。でも横浜は中華料理だけじゃないよと内緒で教えてくれたのがここ、ちょうど横浜スタジアムの真正面にあるお店なんです。いただきます。いい匂い。はい、お待ちどうさん。あ、こんにちは。こんにちは。これは、はい、当店のね、オリジナルのカツオのたたきです。わあ、なんか香りがすごくしますね。いいでしょ。若い選手なんかね、うん、食欲がないときはね、うん、特にあの酢の物なんかでね。若い選手っていうと誰あたりがよく来るんですか。そうですね、ベテランが斎、うん、藤明夫と。
はいはい、高木豊、まあ、彼はもう10年ぐらいになりましたけどね、で彼らがあの若い子野村君とか大門とかね、みんなあのこう引き連れてね、うん、これタレもなんかご主人作ってるんですか？はい、これはねうちのね秘伝のねタレなんです、うん、体が大きい人がいっぱい来て、はい、もうねほとんど、まあ、若い人たちは、うん、あの自分でね何が食べたいって考えることがあんまりできないもんですからねだからあの、まあ、単品でね数をね、うんうん、バランスよくこう出してあげるわけですよ。旦那さんの出してくれるものを素直に食べる。そうです、もうねあの黙って食べないとね、うん、あのこう怒られ るのそういうことですよ。ご主人怖い。こういうふうにね食事をさせてね、うん、美味しいものを食べていただいて、うん、素晴らしいね対応になってほしいなといつもね希望してねもう応援してますよ。横浜であえて日本料理、うん、これは新しいかもしれない。続いて東京は新橋駅烏森口から歩いて1分、元プロ野球選手がこんなお店をやっています。あ、どうも長崎さんこんばんは、よろしくお願いします。もう早速いただいてますけど、長崎さんは太陽そして阪神の看板バッターとして大活躍をした名選手。でも気取ったところがなくて親切に美味しい食べ方をアドバイスしてくれました。まあ、タイガース選手みんな来てくれますし、あと他球団では中日の川俣君とか、川俣さん、うん、はい、でまあ面白いところでは日ハムの例の双子の田中さんと松浦さんでしたっけ、それと武田君もね、あ武田さんもね、はい、みんなカップ来てくれて、このうちの特製のステーキを、うわー、この霜降りの美味しそうなお肉、どのくらい彼らは食べますか？やっぱりね、これだったらやっぱり4枚くらい食べちゃうね。4枚、はい、これを1人で、うん、うまいでしょ、うん、これ天下一品、これは美味しいわ。ジューッと肉汁が、うん、炭だから特に美味しいんですよね。油が下に落ちちゃうし。これは？これがスポーツ選手用のスタミナ焼き。スタミナ焼き。はい。スポン。スポンの肉って焼いて食べるんですか？うん、生で食べれますよ。それも結構びっくり。さっと炙っていただいて、もう美味しい。これ一番好きっていうのはどなたですか？うん、中日の選手ですね。中日。中日の人はこのスタミナを食べて頑張っているんですね。ゲーム前、選手たちは一体何を食べているんでしょうか。広島市民球場で人気ナンバーワンはこの肉うどん。なんでも巨人の木田くんや大森くんたち若手選手の人気メニューなんだそうです。さっぱりしたおつゆにコシのあるうどん、お肉の出汁が効いていて、うーん、美味しそう。ファンはスタンドで味わうことができますよ。そしてさらに美味しいものを探して西へ飛びましょう。水面に映るネオンが今夜の私を演出してくれるわ。町は博多、博多といえば中洲、中洲に来たら究極のグルメ、屋台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 。博多には美味しいものがたくさんありますが、本当のグルメならやっぱり屋台たい。おでん、天ぷら、ホルモン焼きといった定番からピザやヨーロッパ風一品料理までお好み次第。おいしん坊のプロ野球選手たちももちろん見逃すはずがありません。例えばロッテの金田監督や巨人の桑田投手がごひいきにしているという屋台がこちらなんです。うわー、いい匂い。こんばんは。こんばんは、いらっしゃいませ。わー、すごい新鮮な魚があるんですね。こういうのも、いや、その屋台は意外とこういう風な限界のお魚っていうのは置いてありませんけどね、うちは煮たり焼いたり揚げたりしてね。野球の選手の方ってすごくあの口が肥えてらっしゃいますのでね、特にあの羽田監督の場合気遣いますね。うるさいんですか？もう食べ物に関してはね、とってもうるさいんですよお母さんも苦労してらっしゃる。まあありがたく苦労しておりますけど限界の新鮮な幸、海の幸、海の幸ですね。もう天然のものしかダメなんですよ。だから全部天然のものをもう目の前でお料理してさっと天ぷらに揚げて出します。でないと許さない。そうですね
これは監督のね、はい、大好物のお料理の中の一つですけども、これさつまいもの天ぷらなんですよね、でウイスキーをかけて、たっぷりかけて、たっぷり上にまぶして、これお砂糖なんですか、はいはい、作ってくれって言ったんですか、教えてくださったからその通りにお作りした監督特別のお料理っていうことで、じゃあ一般のお客様は希望とあればいたしますけど、どうなんですか、随分わがままな客ですねとまあ和気あいあい、 This is 屋台の人情味です。でも皆さん、ロッテが来ている時は要注意です。金田監督以下コーチ選手で貸し切りになっちゃうんですって。さすがプロ野球選手、やることが豪快ですよね。ごちそうさまでした。おいしい。というわけでですね、私おいしいレポートさせていただいたんですが、今金田さんの金田スペシャルというのをこちらにご用意しましたので、本当は渡辺さんに食べていただきたかったんですけど、血糖値が上がるといけないんで、そこで匂いだけ楽しんでいただいて、ちょっと作り方をですね見ていただきたいと思うんです。まずこれお酒ありますね、これをですねこうやってドボドボドボってかけちゃうんですか。こんなにかけちゃうんだ な、 うわ、贅沢だな。じゃあこれこっちにあの食べてみていいんですか、皆さん。ちょっと召し上がってくださいよ。ちょっとお願いします、はい、あ、そちらも食べてるんですね。早い。じゃあ、はい、こちらの皆さんは生活苦ですからね、もうすぐ食べに入ってしまう。本当はこれ天ぷらカラッと揚げて揚げたてのにお砂糖をファッとかけて、ですぐかけるんですよ。だから衣がカリカリしてるところにかかるでしょ、で暑さで溶けるでしょ、でこうなんていうのコーティングしたみたいになるんですよ。なるほど、ちょっと今冷めちゃってるんで風合いが違うかなっていう気はするんですけど、いかがですか、豊田さん。いや僕はもうこういうのあんまりあそこしか食べませんでした。もうすいません、いかがですか、美味しいですよ。どうですか、ウイスキーって僕全然お酒ダメなんですが、あんまり感じないですね。隠し味になってますねこれは。でもこれ酔っちゃうかもしれない、子供食べたら。いや子供はダメだと思う、でもあれですね、でもあとこの甘みね、これはやっぱり普通の我々が食べてたらあんまりこう良くはないかもしれないけども、それだけプロ野球の選手とか監督さんも含めて体動かしてるってことですよね。やっぱり野球選手は結構甘いもの手出しますね。特に果物のバナナとかね、あれはやっぱりね人間の本能かなと思うんですよね。バナナもう黙ってバナナポッと取るよ、果物いっぱいあったら。で甘いものももうパッと取る。チョコとかもそういうのも。もうそういうのも必ず甘いもの。皆さんも好きですか、甘いものって。割合ね。現役の時にやっぱりこの気をつけ、食生活の気をつけってらしたんですか。まあどんな点を。やっぱりね僕なんかは生ものを食べないようにしましたね。なるほど。瞬間的なスポーツだったらいいんですけどね、長いでしょ、ですからお腹が痛くなると困るから気をつけましたね。試合中にねみんな「トヨタ」とか応援してる時にブリッて言うわけだからいきませんもんね。そうですよね、いろいろ気をつけないといけないことも、だから、カネアンはそういうとこものすごく気をつける人でしたね。だからそこの屋台でもねすごくごめんなさい、いっぱいいろんなのを注文なさるんですよ、こういうの作ってこういうの作ってって、だから味舌も超えてるけどいろんなお料理もご自分でも知ってらっしゃるんですよ、たくさん知ってる。そうそう、まあプロ野球の選手は遠征でいろんなとこ行きますからね、やっぱひいきの店も各地各地あるんでしょうけどもね。アニマルさんなんか現役時代この食べ物はどんなもの？甘いもんあまり食べなかったですね。甘いものあまり食べなかった。あまり同じキープコンディションも同じ時間で寝てる、同じ食べ物でしょう。甘いものあまり関係ない。例えば当番前には生きたウサギをそのまま食べておくとか。そんなことしない。誰が食べるんですか？そんなに気持ちない。ワニはいますけどね。人間でしたか、失礼いたしました。私は最近は人を食ってますけど。最近は人を食ってる。人を食う。あ、そうか。なるほど。猟奇事件かと思っちゃいましたよ。まあそういう意味じゃあれですね、プロ野球の楽しみ方っていうのはプロ野球試合場に球場に見に行くだけじゃなくて、終わってから選手などくっついていけば美味しい店も探せるということでございましてね。そうですね、遠征のところっていうのはいろいろそういうお店についていけるんじゃないですか。そうですね、はい、ということでございまして、3ヶ月
せめて巨人には勝って勝ってプチンの名声願いはこなし星一つほんとりゃそれでもプロなのか一つ勝っては三つ負け三つ勝っては五負ける勝率わずか2割5分岡田の打率といい勝負振り向けば東大野球部ただ一つ東大野球部ただ一つトランポリンと言われてますからね、上で調子を落としてきたチームがタイガースと当たってポンと勢いをつけてまた上に戻っていくというね、もう私ら悪口も言う気はしませんということでございまして、まあ阪神が復活しないとジャイアンツファンですけども野球面白くないんじゃないかと思いますんでね、頑張っていただきたいと思います。90年代、私たちは豊かさについて考えたいと思います。新たな時代を切り開く新日本証券。裏の裏まで知りたいあなたにスポーツデイ、毎晩放送。今夜
るでの。上手な恋より本気の愛がいい。好きな人と食べたい。オーマイスパゲッティ。はい、というわけでございましてですね、まあ先ほど阪神優勝物語ということでございまして、菊水丸さんに歌を歌っていただきました。菊水丸さん、はい、なんかコンサートがあるということですね。この面白プロ野球とは全然関係ございませんが、はい、じゃあやめておきましょう。ゲストですから聞いてあげましょう。ゲストからね。7月2日明日は、大阪のクラブクワトロ、そして3日はですね名古屋のクラブクワトロ、7月7日は東京のクラブクワトロでライブでございます。はい、それぞれ7時以降にありますんで、はい、はい、またね、そこに伺えば素敵な歌声を聴かせてもらえるということでございます ね、うん、そうですね。さて、まあ、面白おかしくこうお送りしてきたわけでございますけども、まあ、珍プレー好プレーって言いますけどもね、なんで珍プレーが面白いかっていうと、やっぱりプロの選手でファインプレーがあるから、その選手が失敗するからおかしいっていうのがあるんです。でプロである以上はやっぱりファインプレーが基本なわけですよね。下手くそは珍プレーにはならない。ならないですよね。下手は下手ですから、はい、上手い人が何かやるから珍プレーになるんでね。そうですね、それが中国から珍っていう選手が来たんですよ。というわけでございまして、はい、今度はそのファインプレーですね。そうですね、はい、面白いものばかりじゃありません。ここでこれぞプロというスーパープレー集をまとめてみましたので、どうぞ。おじいスミス可愛いだぜ。レイノルズの打球も可愛いなら仕方ないね。そうです、可愛いです。顔が老けてるからあだ名はジー・ジフレーナー。文句なし、日本のおじいスミスナンバーワンショートストップです。お見事、バックホームゲッツだ。ガイア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 、広島の前田ガイア。オリックス高橋聡、日本ハム中島輝史、巨人ブラッドリー、ホームラン取った、ホームラン取った。内野ゴロ岡崎。
という感じがするわけでございますけどもですね、というわけでお送りしてまいりました超面白プロ野球ということでございますけど、皆さんずっと見てきました、なんか印象深かったプレーございましたでしょうか。うん、岸本さんどうでしょう。そうですね、やっぱりこのグワーってきた鉄の爪、鉄の爪攻撃、あれはやっぱりこの CD です。ほんまにどういう関係ですか、ほんまにいっぺん話し合おうな。アニマルさんね、やっぱりオレックスのパンチスタート君、あれ面白かった本当に。はい、何を言ってるか分かりません。あと日本語で喋ってるよ。後で覚えとけ言うてますよ。後で絶対覚えてる。でもね、乱闘のとこね、例えば皆川銀選手ってアニマルさんみたいな大きな選手、ガー来るんですから、それは怖いですよね。あれは本気でやってるんですか、やっぱり。そんなことはない。そうじゃないよ。盛り上げるだけという。そうですね。なるほどね。士気を高揚させるという意味があるんでしょうね。しかし見ている我々としては、ああいうシーンもっと見たいなというね感じがいたしますけどもね。ラッキーさん、いかがでしたでしょうか。川崎球場の一列のあの上 V ですね。上 V ですね。最高でした。ここでやってみましょうか。じゃあどっちから。じゃあ滝本さんからどうぞ。せーの。切れてるのね。ならないそれ。ブレイクのじゃないんですか。こうやって。ならではという感じがいたしましたけどもね。豊田さんはいかがでしたか。なんか印象。まあ私なんかこう現物見てるんですよね。そうですね。だけどね、これをこうカメラでアップで撮ってるでしょ。ものすごい迫力。それで表情がね、あれまで見えませんから。すごい顔してやってるなっていうね。そうですね。だからそれだけみんな一生懸命やってるんですよね、野球というものをね。まあ、というわけで、今シーズンもですね、前半戦まもなく終了ということでございまして、はい、後半戦突入するわけですけどもね、どうですかね、やっぱりセ・リーグはあそこが、パ・リーグは あの辺りに行くわけですよね。まあそうだと思いますね。もう決まりですかね。ジャイアンツ大丈夫ですかね。あそこだけなんです。まあ、いや、これからね、後半戦行くと思いますけどもですね、タイガースはどうですかね、今シーズンは。私も行きますか。ダメでしょ。ですから、PL が学園と合体したらいいんですよ。そしたら PL の選手みんなレギュラー取られるかもしれない。それをやめてくれという話もございましたけどもですね。はい、というわけでお送りしてまいりましたけどね、滝本さんもいろいろレポートありがとうございました。はい、私はね、うちの倉君にまっすぐ育ってほしいと思います。そうですね。ゆうちゃんもね、野球音痴でしたが、これで詳しくなりましたね。もうバッチシです。はい、次も大丈夫です。またお会いしましょう。さよなら。さよなら。いかがでしたか、超面白プロ野球。私たちが失礼ながら笑い飛ばした珍プレーも、勝負に命を懸けた男たちが100分の1秒の狭間で見せてくれた瞬間プレー。しかもこのプレーは絶対に二度とできないプレーばかり。だからこそ面白いのだ。選手の皆さん、これに懲りずもっともっと面白いプレーを見せてください。放送のいい旅夢気分は天然の良好メラク